フォーマーカーを認識してエンドエフェクターでその耐久値を指定して使ってます、ね、でここで数センチ下がって今ハムとピン周りに45度だいたい1センチくらい気持ちで回転させて、ちょっとこのままだとハンドで見えない可能性があるので一回畳みまして、で V マークのマーカーを認識して目位置まで上まで移動して腕を張るんじゃん。おーおーおー